プロコピース・パブロプロスは、ギリシャの弁護士、法学者にして、政治家。2015年より2020年まで同国第三、共和制第八代大,大統領を務めた。2004年から2009年までは、内務大臣を務めていた。日本のメディアでは主に、パブロプロスと表記される。1950年、ギリシャ王国のカラマタ氏に生まれる。父親のバシリオス・パブロプロスは、 大学教授だった。アテネ大学法学部を卒業後、フランスに留学しパリ第二大学の法学部博士課程を修了した。帰国後、1980年にアテネ大学の講師となり、助教授へと昇進後、1989年に教授となる。1974年にミハイル・スタシノプロス大統領の秘書となり、 1989年11月から1990年4月まで、クセノフォンゾロタス内閣の政府報道官を務めた。1990年から1995年までは、コンスタンディノス・カラマンギス大統領の法律顧問だった。1996年のギリシャ議会総選挙において、パブロプロスは新民主主義党の議員として当選し、その後2014年まで国会議員を続けた。 2004年から2009年までは、コスタス・カラマンリス首相の下で、内務大臣を務めた。パブロプロスと、国会議員たち2016年1月15日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談する、パブロプロス2015年2月17日、旧審査派連合のアレクシス・イプラス首相は、ND のパブロプロスを、次期大統領に推薦した。2月18日に、 定数300人のギリシャ議会において233の賛成票によりパブロプロスは大統領に選出され3月13日に就任した。カロロス・パプーリアス第7代大,大統領が2015年3月に任期を満了することに伴うギリシャの次期大統領選出は ND が政権与党だった2014年から進められてきた。 しかし、与党の推薦する候補者が3回にわたる投票でも、議会で承認されず、憲法の規定により議会は解散。その後2015年1月ギリシャ議会総選挙が実施され、ND は野党に下った。シリザによる、新政権が推す候補者は、ND の副党首にして、欧州委員会のディミトリス・アブラモプロス欧州委員で、あると当初は考えられていたため、 今回の選出は予想外の結果だった。2015年、ドイツに対して第二次世界大戦中の賠償請求を行うことを表明。賠償額は約2787億ユーロと試算した。なお、ドイツ側はドイツ最終規定条約を持ち出して法的、政治的に解決されたとして賠償には応じない方針を取っている。 夫人のブラシア・パブロプルペルセミとの間に娘が二人、息子が一人誕生している。母国語であるギリシャ語のほか、英語とフランス語を介する。ありがとうございます。